本日はお忙しい中、本セミナーにご参加いただきありがとうございます。これより、イネモスで実現するシステム運用自動化、監視、ジョブ機能を併せ持つ統合運用管理ソフトウェア、イネモスのご紹介をさせていただきます。本日講演いたします、株式会社のアトミテックの原田と川本と申します。よろしくお願いいたします。まず、はじめに原田が講演いたします。こちらの発表資料は配布しておりません。アンケート用紙にメールアドレスと発表資料の配布をご希望する旨の記載をお願いいたします。後日、メールにて発表資料を送付させていただきます。まずは、本日の講演内容についてご説明させていただきます。本日はこちらの4項目に分けて講演いたします。初めての方にも、イネモスとはどのような製品なのかというものを知っていただければ幸いです。後半では、昨年3月にリリースされました最新イネモスバージョン 7.0 で、新しく追加された機能についてもご説明させていただきますので、お楽しみにしていただければと思います。本日は原田、川本が講演いたします。私どもは製品開発部に所属しており、イネモスのアップデートに関する試験業務に携わっております。イネモスのホームページがあるほか、ツイッターでの情報発信などもしております。ゆるキャラグランプリにもイネモスのキャラクターのモニターが出ております。まずは、イネモスとはどのような製品なのかご紹介させていただきます。イネモスとはエンタープライズシステム運用管理に必要な幅広い機能を備えた統合運用管理ソフトウェアです。イネモスには大まかに監視、性能、収集、蓄積、自動化の3つの機能があります。運用管理分野の OSS 製品を表にしたものがこちらになります。監視ではザビックスやナギオス、ジョブではクーロンやジョブスケジュールがあります。これらはそれぞれ別ツールになりますが、イネモスでは監視とジョブの機能をワンパッケージで提供しております。イネモスの歴史、歩みについてご紹介させていただきます。バージョン1が2005年にリリースいたしました。そこから監視やジョブの拡充、見える化、大規模システムの対応、クラウド対応などをキーワードとし、進化を続け、今年の8月で18年目となります。現行の最新メジャーバージョンは 7K となっており、昨年3月に最新バージョンである 7.0 をリリースしております。最新機能については後ほどご紹介させていただきます。多種多様な業界でご活用いただいておりまして、現在では85万ダウンロード以上、900以上のユーザー様で活用されております。業界では観光庁、金融、製造、メディア、輸送など幅広く対応しております。導入事例では、大規模システム、ミッションクリティカル、クラウドという面で、それぞれ多数の企業様でご導入いただいております。ここで数ある製品の中から、イネモスをお選びいただける理由について、システム管理の統合、データ収集と活用による自動化、運用コストの削減、の3つの観点からご紹介させていただきます。まずはシステム管理の統合の観点になります。オンプレミスやプライベートクラウド、パブリッククラウドをイネモス1台で全て管理することができます。さらに OS やアプリのレイヤーもカバーしているため、アプリ、ミドル、OS、仮想化、
クラウドの全レイヤーを一元管理することができます。また対応プラットフォーム数が多いことも理由の一つであると考えております。メジャーな環境はもちろん対応しておりますので導入しやすいと考えております。さらに Docker のような新しいプラットフォームも随時拡充しておりますので、新しいプラットフォームをご使用されているお客様にも対応できます。最新のバージョン 7.0.1 では Windows サーバー2022にも対応しております。次にデータ収集と活用による自動化の観点になります。先ほど軽くご紹介させていただきましたが、Minimos はデータの収集、蓄積を行い、グラフを用いて表示する見える化が可能となっております。さらに、収集、蓄積したデータをもとに分析を行い、分析結果を契機とするアクションの自動実行をワンパッケージで実現しております。異常を検知した際に各分野でツールを用意し処理を行うと連携が大変ですが、Minimos ではジョブと監視がワンパッケージなのでシームレスに実行が可能です。詳しくは後ほど Minimos 機能概要の項目でご紹介させていただきます。最後に運用コストの削減についてです。IT コストの約 45% は運用管理とされております。Minimos の場合は、こちらの作業コストからインフラコストの積み上げ図のように削減することができます。まず、作業コストの面では、運用の自動化により人件費を大幅に削減することができます。次に、ライセンスコストの面では、定額、安価なサブスクリプションを提供しております。他社製品は管理対象数やマネージャーのスペックによって費用がスケールすることがありますが、Minimos は1マネージャー単位での販売のため、スケールアップやスケールアウトされた際も定額でご提供が可能となっております。最後に、インフラコストの面では、Minimos は Minimos サーバーだけ構築すれば良いため、コスト削減につながります。続きまして、Minimos 機能概要の説明に移りたいと思います。Minimos は、統合運用管理を実現する機能である、データの収集蓄積、収集したデータの見える化、分析結果に伴うアクションの自動実行をワンパッケージで実現しております。ここから具体的な機能紹介をさせていただきます。収集・蓄積機能、監視・性能機能、自動化機能の3つの観点からご紹介させていただきます。まず、収集・蓄積機能についてです。収集・蓄積機能では、IT のありとあらゆるデータを収集・蓄積し、蓄積データの管理と監視・自動化に活用いたします。パフォーマンスの情報、プラットフォームログ、システム構成、アプリ情報などのデータが収集可能となっております。また、監視やジョブの実行履歴を保持し、収集、蓄積したデータは外部ツールと連携し、Minimos外でも分析することができます。収集可能データの種類として、数値データ、文字列データ、バイナリーデータ、その他端末のデータが収集可能です。また、監視やジョブの実行履歴を保持し、収集、蓄積したデータは外部ツールと連携し、Minimos外でも分析することが可能です。次に、監視・性能機能についてです。現在、オンプレ、クラウド、仮想化など、様々な DX を実現するシステムがございます。これに対して、リアルタイムなシステム運用状況の監視、視覚化。例として、
監視、将来予測、構成情報の見える化、インテリジェントなアラート、また将来予測や変化量による異常検知を実現しております。ヒネモスでは全22種類の監視項目が用意されております。20種類で基本的な監視要件を網羅しておりますが、この20種類で漏れてしまうニッチな要件については、カスタム監視2種類で対応することができます。監視結果はこちらの図のように GUI 上で確認することができます。監視の種類も幅広く、過去のデータから将来の予測を行う将来予測監視、予想以上の変化を検知する変化量監視、相関係があるものを見る相関係数監視、複数の事象から関連性を見る収集時統合監視といった4つの監視がございます。これらを用いればパフォーマンス、ログ情報から未来の異常までいち早く検知することができます。監視やジョブの結果は様々な形で通知や確認を行うことができます。1つ目として、イベント通知、データ通知、性能グラフでは、クライアント画面で視覚的に確認することができます。2つ目として、ジョブ通知、コマンド通知、環境構築通知では、監視結果に応じて処理を実行することができます。3つ目に、メール通知、ログエスカレーション通知では、監視結果を外部に通知、連携することができます。ここにはございませんが、有償で、監視やジョブの結果をレポートに出力して確認するレポーティング機能がございます。また、通知は瞬間的な異常やメッセージラッシュにおける通知抑制が可能です。一般的にジョブ製品が持つ高度なカレンダー制御をジョブだけではなく、監視設定や通知設定に適用が可能です。カレンダー制御を利用することで、任意の時間に監視やジョブを動作させることもできます。稼働スケジュールが視覚的に確認できるため、誤って稼働日を非稼働日にしてしまうなどの設定ミスを未然に防ぐことができます。また、日中帯と夜間で異なるワークロードに対しての制御も容易にできます。監視のために収集したデータは、収集機能パースペクティブにてグラフ表示することが可能です。こちらはグラフ表示の一例です。こちらのグラフの画像はダウンロードすることも可能となっております。次に自動化機能についてご説明させていただきます。こちらの項目では自動化機能の構築自動化、業務自動化、運用自動化の3つの観点からご紹介させていただきます。自動化機能では、ジョブ、ワークフロー、サーバーリソース、パッケージ構成、RPA の様々な自動化を集約管理しております。まず、構築自動化についてご説明させていただきます。エージェントインストールがワンクリックで可能です。管理対象ノードが複数ある場合は、管理対象ノードをマネージャーに登録することで、これらの機能を利用して、一度に複数のサーバーにインストールすることができます。これにより、頻繁な OS 初期セットアップや、定期的なバージョンアップ作業等を効率的に実現しております。次に、業務自動化、ジョブ管理機能についてです。ジョブ機能、複雑なフロー処理、夜間処理、障害通知、大量の管理対象への一括実行など、一般的に利用される機能は搭載されております。
業務自動化、ジョブ管理機能ということで、任意の契機からジョブを実行することが可能です。例として、即時実行、スケジュール実行、ジョブ通知からの実行、ファイルチェックからの実行、ミネモス API コマンドラインからジョブを実行するなどが可能です。次に、運用自動化についてです。運用に関しても、ジョブと同一のインターフェースを採用しており、ユーザー認証についても自動化することができます。運用操作についても作り込み不要で簡単に利用できます。これまで上の図のようにオペレーターが行っていた定型的な業務フローが、ジョブ機能にある監視ジョブと承認ジョブという高度なジョブ定義を使用することによって、ミネモスによりオペレーターが行っていた作業を自動化することが可能となっております。手作業が多くなるところをミネモスを使うことで人的コストを削減することが可能です。はい、では、ここからは川本がご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。ここからは、ヒネモスの最新バージョンである、バージョン 7.0 についてご説明させていただきます。バージョン 7.0、新機能の一つ目は、メッセージフィルターになります。本機能のご紹介の前に、背景、運用現場の課題についてお話ししたいと思います。まず、運用現場では、様々な事象検知のために、大量のメッセージが発生し、本質的なイベントを発見することが困難になっています。こういったことが多くの現場で起きている問題となります。これを解決するのがメッセージフィルターとなります。ルールエンジンを活用し、大量のメッセージの中から本質的なイベントを抽出します。これによってアラートと自動化をインテリジェントなものにします。メッセージフィルターの特徴は4つございます。1つ目がインテリジェントなアラート。2つ目がインテリジェントな自動化。3つ目がルールベースの条件指定。4つ目にシームレスなヒネモス連携になります。次のページからは、これら4つの特徴について、もう少し詳しくご説明いたします。まず1つ目に、インテリジェントなアラートです。不要なメッセージの抑制と、関連メッセージの集約を行うことができます。これにより、本質的なイベントの対処に注力することができます。2つ目がインテリジェントな自動化です。メッセージフィルターがなければ、多くのメッセージからユーザーが独自で判断を行い、そこからアクションを独自で選定する必要があります。メッセージフィルターがあれば、自動で重要なメッセージの検知を行い、通報やインシデント連携、ジョブフロー、ワークフロー起動などの運用業務に連動することができます。3つ目の特徴は、ルールベースの条件指定です。When、Then のシンプルなルール。どんな時にどんなことをするというルールになります。スライドで挙げている例を出しますと、スイッチ S1 が警告を出していた場合、警告を危険に変更するという重要度の変更のものが挙げられます。こういったルールを指定するだけで適切に判断されます。メッセージフィルターではルールエンジンにドルールズを採用しています。また、イベントの関係性も条件化し、指定することが可能となります。4つ目の特徴は、ヒネモスからのシームレスな導入です。
ヒネモスメッセージを受信し、これに対してルールを適用しますが、ここに関してもヒネモスの各種情報、リポジトリ情報やカレンダー情報などが参照可能となっております。また、ルール判定後にヒネモスの各種操作も簡単に行うことが可能です。加えて、フィルタ処理を行うサーバーを別にすることで、マネージャーの負荷を抑えることも可能です。次に SDML 機能についてご紹介いたします。まず、アプリケーション監視の課題について考えてみたいと思います。アプリケーションサービスの提供は非常に重要なものです。しかし、この監視は未だに古典的な運用となっています。現状挙げられる問題点は、短いシステム開発のサイクルによるアプリケーション監視設計の期間がないこと。また、開発後に開発者以外が運用設計をすることによる本質的な監視ができないことが挙げられます。そのため、本質的な監視を実現できる仕組みが重要となります。そこで、ヒネモスから提案する新たな運用方法が SDML 機能になります。これはヒネモスが独自に作った用語となります。ソフトウェア側でモニタリングとロギングを定義、制御を行います。自動監視としてアプリケーションプロセスの静止監視を自動でヒネモスが行います。また、ユーザー定義監視として監視設計をアプリケーションコードに組み入れることによって監視を実現します。続いて、SDML のユースケースについてご紹介いたします。自動監視では、アプリケーション起動時に監視を自動で開始して、アプリケーション正常終了時に監視を停止します。こちらは設定が不要で、自動でアプリケーションのプロセス静止監視、プロセス内部状態監視、プロセスのエラーログ検知などを行い、異常時にアラートを上げることができます。ユーザー制御監視は、開発時に監視制御を実装して最適な運用を実現します。アプリケーションに適した監視を指定することで、起動時に指定の監視を実行したり、異常時に復旧ジョブを起動したりすることが可能となります。アプリケーション開発時にこういった運用もすべて設計してしまいましょうというのがポイントになります。自動監視と組み合わせることで、非常に柔軟なアプリケーション監視を実現することができます。3つ目に RPA 管理についてご紹介いたします。現在、多くの企業様でミーアクターをはじめとする RPA 製品を使われていることと思います。その中で次の悩みとなるのが運用コストです。導入端末数の増大や適用範囲の拡大による運用管理、また複数の RPA ツール並行導入による運用管理の複雑化により、これらをどう運用していくかというのが問題になってくるかと思われます。そこで、ヒネモスでは、RPA 製品の導入端末数増大、適用範囲の拡大、他の RPA ツール並行導入により、肥大化した運用コストを大きく削減することができます。こちらは大きく分けて5つの機能に分かれております。1つ目は RPA シナリオ専用ジョブです。RPA シナリオ専用ジョブによって、RPA シナリオ実行の運用を行い、効率的に管理を実現します。
カレンダーを連携したスケジュール実行や、監視連動等の実行契機を選択、サーバー前処理、端末をまたがったシナリオ実行、サーバー後処理などの RPA シナリオ専用ジョブをヒネモスにて一括で実行、管理が行います。二つ目はシナリオ実績収集です。こちらは複数の RPA 製品をまたがって実行した監視、シナリオの検出と実績照会が可能となっております。どのシナリオがどこで動いていたのかなどを簡単に見ることができます。三つ目は RPA 管理製品との PC 端末、リポジトリ連携です。どの環境に何が入っているかなど、RPA 管理製品から PC 端末情報を取得して、ヒネモスのリポジトリに自動反映することができます。四つ目は、シナリオ実績集計です。こちらでは、シナリオの稼働実績を集計いたします。集めてきたログをベースに、どういったシナリオが多く実行されているか、や、どのシナリオがエラーが多いかなどがわかるようになっています。こちらはダウンロードも可能となっておりまして、簡易分析ツールによって、稼働状況のダッシュボード、同時実行数分析も可能となっております。最後は、RPA 管理ツールの監視です。こちらでは RPA が関連するサーバーやサービスだけでなく RPA 管理ツールが正常に稼働しているかの監視をすることも可能となっています。現在では WinActor と UiPath の管理製品に対応しております。最後に機能改善についてご説明いたします。収集蓄積機能においては、ログサービスとの連携を改善しました。Amazon Cloud Watch Logs、Azure Monitor Logs などのクラウドサービス上のログ連携と連携、ログ機能と連携し、ログの監視収集をオンプレミスのようにシームレスに実現することができます。次に、見える化分析のポイントです。グラファナプラグインを提供させていただきます。こちらではヒネモスが集めてきたデータをグラファナでよりグラフィカルに可視化できるようになりました。次に自動化についてジョブ連携メッセージです。ジョブ連携メッセージを介してマネージャー間をまたがるジョブ実行制御が可能になります。ジョブ連携メッセージを別ジョブから送信して、メッセージを受け取った他ジョブが連携してジョブ開始などの処理が実現できます。次にクラウド通知になります。通知のバリエーションとして、Amazon イベントグリッド失礼しました。Amazon イベントブリッジと Azure イベントグリッドに対応しております。ヒネモスが通知の集約やクラウド間のブリッジとしての実現ができるようになります。また、ジョブの種類にファイルチェックジョブを追加いたしました。こちらはファイルの存在有無、作成、変更、削除を契機に、後続のジョブを実行するものです。これによって、ヒネモスでは合計6種類のジョブを完備することとなりました。次に、動作要件についてご紹介いたします。ヒネモスは、ヒネモスマネージャー、ヒネモスクライアント、
ヒネモスエージェントの3つのコンポーネントから構成されております。マネージャーは運用管理機能を提供するパッケージで、各種設定や監視、ジョブの実行結果を管理データベースに蓄積します。クライアントは GUI ベースで設定や操作が行える管理端末です。エージェントはジョブ機能や一部の監視機能を使用する場合にインストールが必要となっています。キネモスバージョン 7.0 の各コンポーネントの動作環境はスライドのようになっています。キネモスは基本的に Windows、Linux、Amazon Linux 2に対応しております。キネモスエージェントのみ SZLinux Enterprise サーバーや Ubuntu にも対応しております。詳しくはこちらのスライドをご確認いただければと思います。キネモスの Windows 版マネージャーはご契約いただくことで有償でご利用いただけます。バージョン 7.0 から Windows 版についても PostgreSQL が採用となりました。キネモスでは多くの VM、クラウドでの動作をサポートしております。昨今、オンプレミス環境からVM クラウドへ移行される方が多いかと思われますが、キネモスでは安心して継続利用をしていただきます。また、対応 VM クラウドは随時拡大中となっています。次に、新しいキネモスサブスクリプションメニューについてお話しいたします。キネモスサブスクリプションでは3つのメニューからお選びいただくことができます。それぞれのメニューには冗長化を可能とするミッションクリティカルオプションを付けることができます。サブスクリプションのメニューはこちらの表となります。エッセンシャルではキネモスマネージャー、クライアント、エージェント、エンタープライズ機能、ユーティリティツール、キネモス JRE とキネモストレーニングのレクチャー型受講チケットが付いています。スタンダードではエッセンシャルのメニューに加え、VM 管理、クラウド管理、移行の際に必要となるフォースイッチ、トレーニングハンズオン型受講チケットが追加されます。そしてプレミアムではスタンダードのメニューに加えて、キネモスインシデントダッシュボード、メッセージフィルターが使用可能となります。それぞれの金額はスライドの通りになります。エッセンシャルは年額80万円、スタンダードは年額120万円、プレミアムは年額180万円となります。それぞれミッションクリティカルオプションをプラス80万円で付けることができます。規模のあるシステムで複数キネモスを導入していただける場合、アドバンとして2代目以降は20万円引きでのご提供となります。また、複数年契約として3年以上5年未満で 2% の割引、5年以上であれば 5% の割引が適用されます。こちらは全期間一括でのご契約が条件となります。次にサポートサイクルについてご説明いたします。こちらは最長10年間公式サポートをご利用いただきます。直近リリースされましたバージョン 7.0 は2032年3月までのサポートとなっております。これによってシステムライフサイクルが長期化しても安心してご利用いただくことができます。
また、導入支援として、企画から設計、構築、試験運用まで幅広く支援させていただきます。フェーズごとの支援や Q&A、もちろん打ち合わせのみでもお受けいたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせいただければと思います。また、他社運用管理製品からひねもすへの設定データ移行サービスも提供しております。これによって安心してひねもすへ移行していただくことが可能となっております。また、運用上の様々な課題を解決するためにカスタマーポータルをご用意しております。ひねもすサブスクリプションでは、様々な運用課題を解決するサービスもご提供しております。詳しくはスライドの方をご確認ください。また、ひねもすトレーニングは、レクチャー型、ハンズオン型でご用意しております。レクチャー型では、ひねもすの全機能、使い方を座学で、ハンズオン型では、各機能を実機を用いた操作や講義、演習によって、体系的に習得していただくことができます。これによって、ひねもすの使い方を知らなくても、安心してご利用いただくことができます。ひねもす技術者認定プログラムは、一定水準のスキルを有する技術者を、ひねもす認定技術者として証明する制度になります。先ほど紹介したトレーニングコースを受講すると、ひねもす認定アソシエイト相当となります。次に、ひねもすの技術情報についてご説明いたします。ひねもすでは、アドオンでインシデント管理を実現することが可能となっています。アトミテックでは、インシデントダッシュボードをご提供しております。ひねもすの基本コンポーネントは、GitHub よりダウンロードが可能となっております。ひねもすポータルサイトでは、ひねもすに関する各種技術情報を公開しております。ひねもすの最新情報に関するニュースレターも定期的に配信しております。こちらもぜひご利用いただければと思います。ひねもす研究日誌では、ひねもすの新機能解説、ひねもすをこんな使い方をしてみたといった記事を定期的に配信しております。アトミテック公式ツイッターもありますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。昨日3月9日に、ひねもすの書籍が販売されました。本書では、ひねもすの様々な機能の中でも、特に運用自動化を推進する、ジョブ管理、自動化の機能に絞ってご紹介しております。運用作業の増加や複雑化にお悩みの方はもちろん、運用自動化の推進により、IT サービスの品質向上に取り組みたい方にもおすすめの内容となっております。スライドの QR コードからも詳細ページが見られますので、
こちらもぜひアクセスして、ご確認いただければと思います。4月21日に、ヒネモスソリューションセミナーが開催されます。ヒネモスの最新情報、ヒネモスを用いたシステム運用課題の解決事例などを、オンラインで一挙ご紹介いたします。こちらも興味のある方は、ぜひご参加いただければと思います。ヒネモスは、シンプル、使いやすさを損なわずに、監視、ジョブ管理はもちろん、各種運用自動化を実現可能とする統合運用管理ソフトウェアです。ヒネモスでは、エンタープライズシステムの統合運用管理はもちろん、多種多様、先進的な環境に対する運用効率化、自動化、一元化をツールの使いこなしに苦労することなく実現が可能となっています。ぜひダウンロードしてヒネモスをお試しいただければと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご質問、ご相談があれば、アトミテックまでお問い合わせいただければと思います。では、以上でこちらからの発表を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。